ジャパンラグビー TV 矢野たけしのラグビーカタローゼ全国の大円球を愛する皆様ようこそジャパンラグビー TV 矢野たけしのラグビーカタローゼ皆さんおはようございますナビゲーターの矢野たけしです、えー、去年の5月9日がこのカタローゼ第1回の配信でした岩渕健介さんをゲストにお招きして、まあ、それからちょうど1年です今回が48回目、まあ、思い出すと1年前、まあ、スポーツやイベントが完全にストップして 私も実況アナウンサーなんでスポーツなければただの人になってました全く仕事なくってで毎週土曜日だけはこのラグビーカタローゼが始まってもう1つ土曜日に世界に散っているサングルブズのメンバーと一緒にオンラインでトレーニングをするっていうサングルブズエナジーチャレンジがありました本当にこの2つに救われました。 そんなサングルブズ6月12日静岡エコパでの日本代表強化試合の対戦相手で、えー、1日限りの復活を果たすようですとっても楽しみですさあ今回もゲストをお迎えしてリモートでの収録での配信となりますぜひ皆さんもこの時間リ、えー、スナー同士でコメント書き合ったりして同じ時間ラグビー語ろうぜを合言葉にお付き合いくださいでは早速ゲストのプロフィールからご紹介します 1988年6月22日大阪府生まれの32歳です14歳の時真須中学でラグビーを始め高校は名門東海大行政へ進学3年生の時には花園優勝を果たします高校卒業後は早稲田大学に進学1年生と2年生の時には大学選手権優勝も果たし4年生では副キャプテンバイスキャプテンとしてチームを牽引しましたまたこの年には日本代表にも選ばれて アジア5カ国対抗アラビアンガルフ戦で初キャップを獲得卒業後は神戸製鋼コベルコスティーラーズに入団そして2019年のラグビーワールドカップ桜の選手として初のベスト8進出に貢献されましたさあご紹介しましょう今回のゲストは神戸製鋼コベルコスティーラーズから山中良平選手をお迎えしましたよろしくお願いしますよろししくおお願いしますお元気ですか 元気です <laughs> あのですね早速ですけどいきなりリスナーの方がものすごくたくさんメッセージとか質問をいただいていて、はい、これ全部紹介できないんですが、はいはい、なるべくたくさん紹介したいんで、一発目いきます。すね、もう行もう行きますかもうかいっす、ね、小さん これ我々の番組もまさに何に何もラグビーが動いいいてなななから始ままったみたみ番組なんですすよ、はい、そう,そうっすね <laughs>、まあラグビーそうですねこんなに長い期間シーズンとか、まあ、練習なかったのも初めてだったので、うん、まあモチベーション結構大変でしたけどあ<ー>まあしっかりと、まあ、体はねあの保ってもうしっかりと、うん、いつでもいいラグビーができるっていう準備はしとかないといけないなと思ってたので、うん、まあ 自主的にはは、ね、トレーニングししてましたねあの去年の今頃ってもう何にも情報なくてこうよく分からなかったじゃないですかそうですねこれやっててもういつ再開されるんやろうっていうのもあったしそ,そういうのはちょっとあ,れありましたねまあ家にいる時間もすごい長かったですしまあだから結構、うん、難しいあれでしたね状態ではありましたよね。 ええ、三都府県。あと、あの、緊急事態宣言の最中ですけど、去年とやっぱり違いますよね。違いますね。まあ、去年はもう、ね、スポーツも、それこそラグビー以外も全部なくなってたんですけど。うん、まあ、今年は、ね、そういう中でも、どうにか、ね、ラグビーもできてますし。まあ、そういった意味では、まあ、少し違うかなと思います。なんか、こう、ご自身で、その間になんか、こういうこと変わったなみたいなのあります。なんか、本読んで、こういうのに感化されたとか。 うんまあ、まあでも自分を見つめ直す時間というのはできたんでずっとラグビー、ラグビー、ラグビーだったんですけどあ<ー>まあちょっとラグビーが離れることによって、まあ、自分のまあ体のことだったりとかそういう、ね、家族のことだったりとかも、ね、向き合えるようにもなりましたしねよりそういう部分では良かったかなというふうには思いますけどまあこの後たっぷり聞きますけど日本代表の候補メンバーが発表されてそのジャパンのメンバーたちってやっぱりこれ ある意味、前向きに捉えていいことですかね、いいことにもなりそうですかね。そうですね、なると思いますね。やっぱりその、まあ、去年とか全然なかったので、そういうに関しては、すごいみんな、うん、いい方向には向いてると思いますね。あ,のまあ怪我抱えて頑張っている選手たちにはこうオーバーホールみたいな期間になったんですよね、きっと。そそうううでですよねだからそういう部分では まあそういう怪我とかしてる人たちはよかったんじゃないですかね。うん、でもあのジャパンに選ばれてもおかしくない選手がこう、まあ、今回はご辞退したのかどうなのかそういう選手もいるし心のことってどうなんですか選手たちって。どうなんですかね僕はもう全然 <laughs> <laughs> もうバリバリリやりますすねね <laughs> <laughs> そうですよ、ね、はい全然もう日本代表バレたら行きた,い行きたいですし<ー>そんなもなんか<ー>うん。 そういうのはもう考えないですね。休むとか、<ー>はい、なるほどなるほど。じゃあ本当にトップリーグ始まった時、ようやく来たって感じですよね。そうですね。もう一年、もう約一年ぐらいですよね。まあうん、公式戦から離れてたんで、まあそういう部分ではちょっとあの感覚っていうのはまあ忘れてるというかまあねちょっとはなくなってるもんだったんで、あえー、まあどうなるかな、プレーどんな感じになるかなとかもちょっと不安はありましたか。うん。 はめはや,やっぱりちょっとこういうとこがおかしいなとか、<laughs> あとだんだんこういうところが良くなってきたなってありますか、試合重ねて。ありますね。まあ、でも体の調子っていうのは、やっぱりなんていうんですかね、もうずっと、まあ、何,何日間か、まあ、何ヶ月か、まあ、ラグビーできてなかったので、うん、やっぱり体の変化っていうのはすごいやっぱりありましたね。ええまあ、個人でやってたんですけど、ええ、やっぱり、ね、やってたとっしっても、やっぱりその、まあ、走ったりとか、まあ、筋トレとか、そういう。はい 部分だけでまあボールを使ってラグビーをするってことはなかったのであ<ー>まあそういうその感覚っていうのもまあまあ取り戻すのもなかなか難しいものもありましたね、はい、だからまあ開幕戦とかも結構まあ開幕戦っていう練習試合で何回か重ねてたんではい、はい、その練習試合でどんどん感覚取り戻していくっていう感じがありましたああのある強豪校の ラグビー部の監督さんが、コーチが、選手がめちゃくちゃボール、あのキャッチとか下手になってたって、ポ<ー>ロポロ落としてた、そういうのあったんですか、はいまあ、そこまでなんか感じることはなかったですけど、う,ーんうん、まあ、ね、でも、そうですね、まあでも、ラグビーの感覚うん、っていうのは、ちょっとはおかしかったのか、おかしかったけど、鈍ってるところはあったのかなって感じます。えー 特にトップリーグの開幕戦とか次の戦とかアキレス腱切る選手とか何人か多かったイメージありますよね。そうですね。なんか、復活の選手がよくケそう、いろんなチームでしてるっていう話聞いてたんで、神戸製鋼の復活の選手もちょっと心配しましたね。ゃうかとかって。何か、やっぱり試合でしか使わないとかあるのかなと思って。まあ、どうなんですかね。まあ、怪我は多かったですよね。ええ。さあ、そんな中、 長らくお待たせしました、いきなり質問でこんな話長くて、小澤直樹選手からえ実はご紹介していただいたんですが、小澤選手は同級生なんですよね、そうです、同期です。早稲田と慶応、まあ、と、まあね、よく試合もしてたんで、ははい、はい高校時代ですか、最初知り合ったのは。そうですね、桐蔭学園なんでね、あのうん、試合もしましたし。どんな人ですか、小澤選手は。もうすごい ね、もう筋,肉もう筋肉ってイメージなんです、はあ、小澤も筋肉マッチョやし、うん、まあ真面目ですしディフェンスタックルもすごい,いくし、まあ、体張る選手だし日本代表でもなんか、まあ、一緒になった時はあったんですけど、まあ、よく一緒になんかどっか行ったりとかもしてましたね。ではその小澤選手が、えー、山中選手にメッセージありますのでお聞きください。 えー、山ちゃん久しぶり小澤です、えー、最近試合見せでも、えー、プレイキレキレだと思いますけどトークの方もキレキレでよろしくお願いします。<laughs> <laughs> ですって <laughs> 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 言われてもね <laughs> ま,あまあまあ言われてもね <laughs> <laughs> これ毎回ね次の人にこう仕返しするみたいな感じするんですよ。 あそれをつなげていってるんですね。爆笑トークよろしくお願いしますみたいなふりが毎回 <laughs> プレッシャー与えていくんですね。何の時だっけなジャパンの合宿の時のあとで鍾乳洞に行ったってあそうなんですよ行ってたんですよ <laughs> 何ですかそれ。あれなんかちょっと休みの日があって、はい、僕と流れと小沢と慎太郎とい石,原石原と行ったんですけど。 観光がてらね行ったんですよ、もうそれもすごいよくて、楽しかったんですよ、みんな3人サントリーで僕だけ神戸製鋼で、そうなんですよ、楽しかったんですよ、それ、なんかね、鍾乳洞入って、すごいなとか、狭いな、こことかなんか、激男だらけの、男だらけの、あれはかったっすね、結構。 <laughs> いい思い出になってますよ、あれは。<laughs> ちょっとこう、学生の仲間っぽい感じなんですかね。そうですね、学生の延長線上のような感じはしますね、<ー>小沢は特に。うん、<laughs> でもずっと代表、まあ、復活を狙ってたり、代表入りを狙ってたりっていう立場だったと思いますけど、はい、そういうジャパンのこととか話はしてたんですか、将来のというか。まあでもそんなに 何ですかまあ、ワールドカップ出ようぜとかそういう話とかなかったですけど、うんまあ、お互いその、ね、その日本代表入るか入らないかという、まあ、瀬戸際の部分もあったので、まあ、すごい一試合一試合、ね、あの頑張ってましたし、うんまあ、お互い同期ですしねやっぱり、うん、そこは、うん、いい刺激を与えながらやってましたね。あ,あのパンププアップされた体見た体相当やってんなな練習みたいな <laughs> あれは無理っすよね。<laughs> やばいんですよ、カ、ね、が <laughs> え。山中選手はどうなんですかその、あの、肉体的には。いや、僕はあんなにもう、ゴツくならないです。な <laughs> れないです。<laughs> ああしちゃうと、でも、走れなくなりますもんね、あんまり。そうっすね、なんか、うん、走れなくなりそうっすね。やっぱ、体重もちょっと増えちゃったりするし、ううん。も、うんまあ、ポジション柄、うん、そこまで、まあ、あんなにまでできないですね。<laughs> 山中選手どれぐらいがこうあれなんですか体重とかこう体脂肪みたいなとかっていうのはまあでも体重はでも今98ぐらいなんですけど、えー、まあ98ぐらいがベストですかねうんで体脂肪もまあ10から15の間ぐらいならいいかなーって感じですかね、えー、まあ123とか<ー>うん234ぐらいですかねえー、これ当然食事は気にしてますよねまあでもめっ 徹底的にやってるわけじゃないですね別にそこまで、うんうん、好きなものは食べますし、えーうん、脂っこいのも別全然食べますね別にあそうですか、はい、今日もお昼今の菜食主義だったりヴィーガンだったります今日はお昼ラーメン食べました今日も昼は <laughs> <laughs> 何ラーメンで <laughs> 今日はあのー、豚骨ですね ちょっとちっちゃいご飯つけちゃったりああチャーシュー丼もつけますね <laughs> <laughs> 餃子もいっちゃいますしあそうなんですねそうですね結構まあうん、うん、まあ毎日そんなんじゃないですけどたまにそういうのも食べますへえそう今本当にビーガンのね選手とかもいたりしますよねはいはいはいビーガン、まあ、外国人選手とか結構やってる人とかもいますよね TJ ペリナラとか、うん ああそうですよね、なんかよね肉食べない選手とかもやっぱりな、中にはい,ますいるんで、すごいなと思いますね、それは。力は出るのかなと思いますけど、ね、そうですよね、もうちょっとなんか肉食べてやった方がいいんじゃないと思いますけどね、<laughs> 好きなもの食べていす、ラグビー選手って、なんか焼肉屋に行くっていうイメージがあー僕も全然行けますね、今はあんまり行けてないですけど。確かに で今回まあトップリーグの話に戻ります。とても神戸成功好調でまあ一つの引き分けがありますが、えー、ホワイトカンファレンスの2位でやってきてプレーオフの2回戦から初戦になりますけど三菱重工相模原戦、まあ、これに勝って2週間空きましたよね。はい。これどういうスケジュールなんですか？2週間空くっていうのは。えっとまあ選手も <laughs> まあ練習はありまあったんですけど、まあしっかりと。 まあ三菱重工で出た試合の課題だったりとかも、まあ、修正するとか修正して、もう久保田に向けてしっかりともう先週から準備はしてますね。ええ、じゃあちょっと何日かオフにするみたいな感じはなかったですか？あ、週末はオフでしたね。あの、あ<ー>はい。でもまあ今週も普通に、はい、やってます。準備して、え、は、え、い、オフの日は何されてるんですか？いやもう基本的に今は。 家にいることが多いいですねうん、うん、家にいるか、まあ、子供と、まあこと近くの公園行ったりとかぐらいですかねそんな遠出とかもできないんで、えー、はいえお子さんは何歳くらいですか今8歳と、えー、6歳と3歳ですねええー、の男の子女の子は男女男ですへえー、8歳だったら相当分かりますよねもうはラグビーはあーもうそうなんです最近すごいもうラ,ラグビー大好きになってきて いいね、まあラグビや,やりだしたんですけど子供もへぇ<ー>そうなんですよ。もうワールドカップの時はそこまで興味なかったみたいではい、はい、そんな何も別に言ってこなかったんですけど今はもうね試合毎試合帰ったら<ー>終わって試合終わって帰ったらもうなんで今日トライせえへんかったと <laughs> も,もうまた今日もトライしてないとか <laughs> もうトライするのことがすごいみたいな <laughs> まあ子供のだからそうだと思うんですけど。でもパパはトライ するパスをしたとか、そういうこと言うんですけど、うんうん、アシストはしてんねんぞとか言っても、子供には全然響かないんです <laughs> <laughs> そうか、じゃあ、ワールドカップの時からハマったって感じですかお子さんは、長男。そうですね、ワールドカップの時にラグビー面白い、うん、パパすごいねみたいな感じになって、<ー>そっからそうですね、特に今年、今年、特にそうですね。えっ、ー、と、ちなみに誰のファンですか、長男くんは。えーっと、 <laughs> お父さんじゃないのい。選手というよりチームとかですね。サントリーとパナソニックの名前をよく出してますね。<laughs> <laughs> あとあと NTT ドコモとひのも大好きですね。<laughs> な,な,なんでですか。NTT ドコモまあめっちゃ好きですね。なんかもう NTT ドコモと試合する前に。うん ドコモ強いドコモ強いって言ってて <laughs> 絶対負ける絶対神戸戦負けるとか言ってたんですよ <laughs> いやいやそんなこと言うなっつって <laughs> ガツからっつってへ<ー>もうドコモが強いってもうすごいあのななんかすごかったじゃないですか<ー>ドコモすごいなんか強い劇的にしかもまあ取り上げられるしやっぱり劇的に強くなって,て「<ー>ドコモが強い」<laughs> <laughs> 友達も言ってると 神戸製菓、ドーコボ戦、危なかったじゃないですか。そうですよだからちょっと帰った時も、危なかったなとか言われて、<laughs> まあまあ、でも勝ったやんかって,って、<laughs> 頑張ってるやんみたいな <laughs>、うん。負けてたらもうやばかったと思います、ボロクソ言われてたかもしれないです、<laughs> 子供に。<laughs> それはでも嬉しいですね、そんなに好きになってくれるって。いや、嬉しい、めっちゃ嬉しいんですけど、うん、もうラグビー練習、疲れて帰って、 でもラグビーの話す。なんで。もうほんまそれぐらいラグビー。なんすよ、今息子がもう。一個のこと好きになったら、もうずっとそれをハマるみたいな感じの性格なんで。もう今ずっと鬼滅の刃やったのに、今もラグビーなんすよ。<laughs> <laughs> 鬼滅の刃だったらね、お父さんもちょっとラグビー忘れてリラックスできるけどうそうなんすよ。帰ったらラグビー、今日はなんか、どこが試合なんと。いや、今日はどこも試合じゃないよとか言って。 コメダ市されるぐらい。そうなんですよ。<laughs> もう大変疲れるんですよね。最近は。<laughs> これはいいですね。そうなんですよ。え、でもラグビースクールは行ってらして、練習見,、はい、見たりもしました。そうですね。あのあ<ー>試合の次の日とか、毎,毎週日曜日なんで。えー、まあ、試合ない日とかは、行けるときは行ってます、ね。どうですか。 いや頑張ってますね <laughs> 頑張ってますけど、まあまだまだこれからだと思います。<laughs> <laughs> でも、めっちゃ頑張ってます。え、はい、性格はどうですかまあ、負けず嫌いなところはあると思うんで、うん、まあ、そうですね、だから、うん必死にやってる感じはありますね。へ<ー>だから結構しん、あんな真剣なところをあんま家とかで見ないんで、まあそういう面はいい,<ー>いいかなと思いますねそうか。父親としても違う息子の面を見たみたいな。そうですね それは感じましたねなんかいいですね、男同士しでそういう話できるの。そうなんですよ。<laughs> 最近、いい感じなんですよ。ラグビーの <laughs> 話できるんで。ちょっと山田選手、そういうキャラのイメージがなかったんで。ああ、そうですよね。<laughs> よく言われます。<laughs> お盆の <laughs> はい、もう。そうですよ。名前つけるとき、何かこう思いを込めてこうつけたとか、そういうのあるんですか まあ男らしく、そうですね、たくましく、うん、って感じでつけましたね。なってほしいなと思って。何りりしくと。りんとして。いんとした。そうですね。まあ、太郎っていうものいいじゃないですか。古風いうふうな感じで。山中り太郎。そうですね。なんか幕末のね、人みたいな、歴史上の人物みたいな。え、いいですね。じゃあ、でも、娘さんはそのラグビー はんてて言ってるんですかいやもう全然ですねあ6歳の子は全然まあ試合はみんな見に来ますけどやっぱり、うんうん、まだ小学校1年生になったばっかりですし娘は<ー>全然そこまでで興味ない,ないすねの番組もこれまで選手紹介してくれてる中で <laughs> 柿永選手の息子さんは会場来ても全然ラグビー見てくれなくて <laughs> 他の遊びばっかりしてて小沢、ね、選手のお子さんは結構見てくれるって。 ああそうです僕のところも一番上は見るけど、まあま、ん下2人は寝てしまったりとかありますね。<laughs> <laughs> なるほど。そうですね、じゃあもうちょっとの長くあと3歳の子なんか特に分かるには。<laughs> いやーでも3歳の子も結構ラグビーは好きですね。ええ。ワールドカップそうそうワールドカップの時に結構強い印象を受けたっぽいんで。へ<ー>だから田村優の あのキックのマネとかしてましたよ、三、はい、歳の。ええ、本当ですか。<laughs> 超ラグビー一家じゃないですかうちの仲間で。<laughs> だからそのワールドカップの時は一番下が一番ラグビー好きやったと思いますね。<laughs> 一、多分ないうリーチマイケルとかもうめっちゃ言ってましたし。<ー>そうなんですよ。すごいっすね。多分やるんじゃないですか一番下もラグビー。もういいですね。はい、<laughs> ちょっとそれものすごい楽しみだな。 ね、いつか私がこうまだ現役で実況してれば、親子で実況できるように頑張ってほしい。高校ぐらいで花園出てほしいですね。本当ですね確かに <laughs> ラグビーの友達は恋ですもんね。えー、そうですね。えー ちょっとその話ばっかりで長くしたくなりますけど、ぜひ <laughs> <に>あの今の神戸成功の話を <laughs> 伺いましょう。<laughs> これ、2週間、まあ、基本的にはそのオフも少なめで結構、久保田戦に向けてっていうところだったんですね。先ほどの話と重複するかもしれませんけど、リスナーの方で男性の妹子さん、えー、どこもはじめ、今季のトップリーグはすごくレベルアップしたように思います、戦っていて、まあ、神戸も含めて相手チームもどうですかっていう質問です。 いや結構、ね、もうどこも強いですよね、本当に。うん、なんかもう、あんまり差もなく、まあ、なんていうんですか、まあ、一つの流れが向こうに行ったら、まあ、すごい接戦したり、うんまあ、神戸としては接戦した試合もあ,、うん、ありましたし、だからやっぱり、しっかり準備っていうのは、すごい大事になってくるなというふには感じましたね。 うん、先週からは意識してやってますね。うん、準,備準備の部分はい。ああそうですか。これ女性のコロコロさん、え神戸製鋼の良いところは何ですかまあ、いわゆる今の神戸製鋼っていうところをぜひ、今大切にしたりしてることとか、チームの今年のチームですね。今年、まあ、うんまあ、ずっと言ってるんですけど、やっぱり神戸製鋼、まあ会社っていう、うん、神戸製鋼の会社っていうのを、やっぱりしっかりと全員が。 会社のためにっていうあの気持ちも持ってますし、うん、やっぱりそのね交尾成功で会社がなければ僕たちチームもないっていうのは、うん、まあずっとまあ2年前からそういう話はしてま,し,てましたし、うん、まあその人たちにのためにも自分たちがしっかりラグビー結果を残すっていうところまあ試合に勝って優勝するっていうのを目標にやってるので、まあ、そういう気持ちっていうのは常にチーム全員が持って同じ方向に進むっていうような ことはやってますね。うん、一つの神話しっかりあるっていう感じですね。なるほど。まあ総監督に、元オールブラックスのアシスタントコーチはヘッドコーチーされてた、ウェーンスミスさんが就任して、あとダンカーターも加わって。はい。そこで、こう、でもチームがこうきっかけになったんですよね。そういうのが変わるという。そうですね。やっぱり、その。神戸の、まあ、会社もそうですし、まあ、今までの神戸製鋼のラグビーの、まあ、七連覇した時もそうですけど。まあ、昔、うん、みんな、すごい,そういうレ、それ。 歴史を残していってくれてるので、はい、ううレガシーというところしか大切にしているのはありますね。うん、でも、まあ、自分たちがそのレ,レガシーを作っていくっていう立場に今なっているので、うん、まあ一つチームを変えて、えー、積み上げていこうというふうな感じで今やってますね、ずっと。あの日本代表、ジャパンもそういう部分っていうのはありますかそうですね、日本代表もやっぱりあの時ワンチームっていう言葉がありましたし、うん、まあ、 そういう似たところはありますよね。うん。あの強いチームっていうのはそういう部分が芯があるんですかね。まあ、芯があるのもそうだと思いますし、やっぱり全員の方向性が一つになってるのはすごい大事かなと思いますね。うん、まあ試合に出れないメンバーもそうですけど、まあ試合に出ているメンバー出てないメンバーもれれ、なるほど。それぞれはい同じ方向に向かってやるっていうのは大事だと思いますね。 これ例えば振り返っていくと高校も日本一経験大学も日本一経験してますよね<ー>その時の時チームはどうでした、まあ、高校の時は結構高校はちょっと違うかったですかね、まあ、なんか圧倒的なチームがね <laughs> もうほぼトップリーガーみたいなそうですね、まあ、あれはちょっと <laughs> 結構個々の能力は高かったので勝ったっていうのもありましたねそこはちょっと違うかなっていうのはありましたけど、まあ、大学とかは 1>, うんまあ、1年生の時は特に感じましたね、まあ、五郎丸さんもいましたし、畠山さんとか、うんまあ、4年生はすごいリーダーシップ取ってましたし、うん、もう、うん、この人たちについていけば大丈夫だっていうのもありましたし、まあ、しっかり導いてくれてましたし、まあ、チームとしてしっかり、うんうん、一つになってた感じは頂点に立ったりとか、強くなる,なるんだな、これでっていう感覚はあるんですか、それぞれのチームでやっぱり強いチーム。 あります、ねはいうんまあ、今の神戸製鋼とかもそうですし、うん、<coughs> まあすごい、まあ、ウェイン・スミスが来て、すごいチームは一気に変わりましたね、それは。山中選手はこうどういうところを変えていこうとか、例えばコミュニケーションを取ったりとかも含めて、何を意識しました、変わりましたまあ僕はもう、まあ、ポジションも変わったんで、ウェイン来てからポジションも変わって、まあ、 自分のもう役割っていうかもう仕事っていうのをもうやりきろうっていうふうになれたんですよね。まあ、今までっていうのは結構スタンドだったりセンターとかもやってたんで、うん、まあゲームコントロールしたりとか、まあ、いろんなことを考えて、はい、まあ自分の,そのプレーっていうことに一つのプレーに対してはもうしなんていうんですかね一つのプレーっていうよりかはいろんなところに目を向けないといけないし気を配らないといけないっていうのもあって、うん、あったんですけど、まあ、フルバックになって まあ、やっぱダンカーター来たりあ<ー>、まあ、いろんなあのすごい選手が来たじゃないですかアシュビックー・パーもそうですしそういう選手たちがやっぱりそういうところの部分を補ってくれたんで、まあ、自分はもう自分のプレーに集中できたんですよね、うんまあ、それがすごい良かったですよね。うん、で、まあ、自分の仕事をでき役割を果たすってことだけにフォーカスしてやってたら、うんまあ、どんどん良くなっていったっていう感じですかねうん責任をしっかり果たすということですね。 そうですねまあもう、うんうん、簡単なようでやっぱ難しいところもあるんですけどま、うん、まあまあその自分のポジションの役割だったりとかチームが求めていることだったりとかもうそれをしっかり練習中から意識してやって、まあ、試合にやって,出すっていう感じですねうん、うんまあ、その神戸製鋼に加入したビッグネームっていうと、まあ、そこで質問もいただいてます女性の神戸絶対優勝さん。えー 山中選手への質問です、えー。19年のワールドカップ、南アフリカ戦が終わった直後のインタビューでは、年齢的に次のフランス大会は考えられないと言っていた記憶があります。でもその後、オールブラックスの試合で、ベン・スミス選手を見て、自分もまだまだやれると思った、そんなコメントをしていたと思いますが、その時は神戸でチームメイトになると思ってました、そして一緒にプレーして、えー、どうですか、刺激や学びはありますかというベン・スミス選手、どうですかという質問です。 僕言ってないですけどね、その次のフランス大会、年齢的に<あ>無理です。そうなんですか。言ってないですよ。なんかね、なんか多分勘違いしてると思いますけど。はあ、まあまあ、あのー、前回の大会で。まあ、前回の大会に出るのに必死だったんで、先のことはもう考えませんということは言ってましたけど。な,なるほど。まあ、全然、ね。その年齢とか、あんま僕は言い訳にしたくないタイプなんで。うん、それは多分、言ってないはずなんですけど。はいはい、まあ、でも、ベンスミス。 まあフルバックに転向してから僕はもうウェイン・スミスとかにやっぱりベン・スミスの,あの試合を見ろっていうふうにずっと言われてたんで誰からですかウェイン・スミスからです<ー>、はい、だから僕はベン・スミスのオールブラックスの試合だったりとかをずっと見てそのどんな動きしてるんだろうとかどういうポジショニングを取ってるんだろうっていうのをもうずっとベンあの見て,よ見てあの学,んで学んだんでまあそれその選手と一緒にまあできる一緒にプレーしてるっていうのはすごい でも先生が来たみたいなもんなんで<ー>僕からしたらもうもう学ぶこと今でもありますし、うん、今でもあのアドバイスもらったりもしますし、うん、もうすごい贅沢ですよね、はい<ー>贅沢です確かに。でもこれプレー見ているときは何がこうだなこの人の心の住もうとか思った部分はどこですかまあ特にディフェンスがフルバックってやっぱり初心者というか初めての人難しいんですよね。ディフェンスの やっぱあのウィングとのコミュニケーションのとこだったりとか、どのタイミングで上がる,上がるかとか、はいまあ、そういう動きっていうのは、まあ、ベン・スミスはうまいんで、どこら辺に立って、どういう、どのタイミングで上がるのかとか、うんうん、そういうのは結構見てましたね、えー。実際に一緒に練習して聞くこともありますよね、質問もきっと。はははいはい、はい、まあ、どんんなことを話されたたででですすか <laughs> まあそそうですね最近で言っっらやっぱりその キック相手のキックの対して相手のキックパスとかあるじゃないですか、スタンドからのキックパスとかの時きに、まあ、どういう立ち位置の方がいいかとか、うん、まあポジショニングのところとかですね、うん、またどういう風に取りに行ったらいいかとか、まあ、そういうところの話も聞きましたし、うんまあ、結構、ディフェンス面が多いですかねディフェンスのところは<ー>うんまだまだ学べるところあるんでいっぱい。へ ベン・スミスってどういう人ですか、ふ普段プライベートみたいな部分も含めていやすごい気さくで話しかけてくれますし、はい、どんどん、どん,どんなんか日本語で話しかけてきます。頑張って日本語を扱って、<laughs> えー、だからすごい、コミュニケーションもすごい、いろんな選手と取ってますし、うんうん、だから、そうですね、接しやすいですし、うん、いい選手です。 他のメンバーたちはどうですかもちろん外国人選手じゃなくてもですけど今季、特にこうチームで好調だなって思ったりとか。今季、橋本ひかるですかね、<ー>フランカーの。ーはい、最近やっぱりあの、まあ、ずっとリザーブが多かったんですけど、うん、まあスタートで出ることもありますし最近、すごい仕事フランカーとしての、まあ、神戸成功を求めてる仕事っていうのをすごいしてます。 うん、まあディフェンスのタックルのところだったりもそうですし、まあ、そういう部分はすごいこと思いいなと神戸聖子、ちょっとこうね怪我人で苦しんでた時期はずっとありますよね、えー、怪我人、そうですね、なんかやっぱりいますね、何人かは。うん、うんだからそこでも その怪我に出ても、そこにしっかりと入ってくる選手が、まあ、いいパフォーマンスしてくれたりするので、うんまあ、そういう層の厚さっていうのは、まあ今年もしっかりあるなというふうに思います、ねうん、他のチームではどうですか、先ほどの質問もありましたけど、今年レベル高くなってんじゃないかな、他のチームどうですかっていうことでしたそうですね、まあ、でもパって出たのも TJ しか出なく出てこないですけど、<laughs> <laughs> パって思い浮かんだの TJ なんですよね、<laughs> まあでもやっぱりすごいですよね、うん、ですよね。 こうずっと動きも見てるわけじゃないですか試合もしたし、はい、どう何がすごいんですかあの人 TJ ペレナラはまあ試合してやっぱり最後の最後まで粘り強くきますよね諦めずっていうか、はい、まあトライ普段ならトライできるところもしっかりとタックルで下に入ってきたりとかもありますしんかどこもってやっぱりその最後の最後までチーム全体的にも諦めないっていうところもあってうん、うん、なるほど うん、そこをやっぱ TJ がそこも引っ張っていってるなというふうに思いますし<ー>その粘り強さというかまあしつこさというのはやっぱりありあるなと思いました凛太郎くんも大好き大好きですね <laughs> ドコモが好きですドコモ <laughs> レッドハリケーンズまでいいますからね MT のレッドハリケーンズそれちょっと最高に面白いですね <laughs> <laughs> まあでもフルバックの位置で一番後ろでこう見てるわけですから、こういろんなね今シーズンの新しい好調な選手だったり、ビッグネームなんかも見てて、よくわかるでしょうね、選手たちが。そうですね、ままあそうすすねねわかりますけどパナソニックとはこう引き分けて、すごい土砂降りで、本当は晴れたゲーム見たかったなと思ったんですけど。そうですね、まあ、パナ とはそうですね。ちょっと晴れた時やりたかったですね。うん、それはありましたけど、まあでもああいう緊張感ある試合で、まあやっぱり、ね、ミスは両チーム多かったですけど、はい、まああ,のあれはあれでいいベストゲームだったと思います、ね。うん、はい。そして、えー、明日ってことですね。5月9日なんで日曜日え、静岡のエコパで久保田と対戦しますね。まあそれのコメントもたくさんいただいています、はいえー。女性の 須さんから山中選手へ、へ久保田戦はハードな試合になりそうですか、ズバリ意気込みを教えてください。まず意気込みから伺いましょう。いや、もう、そうですね、もう勝つ,勝つっていうところだけですよね、しっかりと相手に、フィジカル強いんで、やっぱり久保田も、しかも今年すごい調子いいですし、そこのバトルに負けずに、えー、しっかりとチーム全員で一丸となって勝ちにいきたいなと思います。こう素人かからら質問ですけども私からこう何が クォー,ターいいですか今シーズンどこの部分がまあバランスもすごいですし、まあ、フォワードもセットプレーとかも特に、まあ、ライアントとか、うん、まあセットプレーからの、ね、トライとかもすごい多いですし、うん、まあ全体的に安定感ありますし、ね、やっぱり相手の敵陣に入ったらあのフィジカル強い選手たくさんいますしフォワードもマックスもこ、うん、しっかり前に出れているっていうのは、うん、まあ試合見てても感じるとこありますね、うんまあ、マルコム・マークスっていう,こう分かりやすい象徴もいますよね。 マークスもそうですしラピースも、ね、ブレイクダウンでしっかり仕事してますし、うん、まあセンターで言ったら、ね、まあ、春もそうですし、はいうん、あそこのところもしっかり前に、ね、出ていく力はあるので、まあ、そこしっかり、うん、神戸としてはフィジカルのところで勝負していきたいなと思いますけどね、うん、あそこ、フォワード戦ですねそうですね。ラインアウトとかも うん、楽しみの一つじゃないですかね。うん。うん、久保田も2メートル超えてる人と2メートル級がいますもんね、<laughs> 両方はいはいはい。うん、南へ降りかけか、うん、久保田が強くなってきてるっていうのはなんでだと分析しますか何でなんすかね、うん。どうなんでしょう。まあ、でも難しいですね、僕は。<laughs> うん、でもまあ、もともと久保田はそんなに。 弱いいっっていう印象はなかったん、うん、中で、まあね、もうずっと強いと思強いチームですし、うん、まずそれが今年はその波がないっていうかずっとあ一貫性があるって感じですかね毎試合毎試合すごいいい試合してますし、うんうん、その波がなくなったっていうのは見てては感じますかね。でまあリーグ戦では逆転負けを最後しましたけれども。 そうですね、あのブロックに入ってきたんで、明日神戸と激突日、曜日、激突ってことですもんね。はいはいはい、えーまあ。トヨタともね、全然か勝ててた試合でもあったと思いますし、うんまあ、サントリーとも最後の最後まで分からない試合だったので、でね、やっぱり強,強さというか、そういうところは、やっぱり見てても感じますね、うん。で、その相手のフルバックは同じ日本代表候補のファンデンヒーファーもいますねそうですね。 まあ多分14番だったと思うんですけどね、あ,<ー>あのそうですね、まあでも、一緒にサンウルブスでも試合あ、一緒にチームとしてやってましたし、うん、まあすごい、うん、楽しみですよね、やるのが。はい、これ山中選手とハンデン・ヒーファーの個性っていうのはどういうところですか、重なるところもありますキックとかじゃないですか、キック、ハ、うんうん、ンデン・ヒーファーもすごい飛びますし、そこの部分は、うん、共通するところあるかなと思います。 うんまあ、ジャパンのためにっていう意識で戦わないとは思いますが、はい、当然参考にはなりますよね、それが、首脳陣からはジャパンの。あまあ、そうですね、まあも、日本代表が求めてる選手っていうのは、まあ、そういうところもあるかもしれないですけど、うんまあ、でも、まあ、自分はもう神戸の役割を果たすっていうところ、そんなに日本代表のそこのを意識してはプレーはしないと思いますど。うん、はい 小澤選手も同じこと言ってましたね、やっぱり僕が求められているのはサントリーでの求められていることで一緒だからっていう。はいはい。女性蓬莱さんからえ、トップリーグの優勝は神戸成功だと私は信じています。その後はテストマッチ、ブリティッシュアイリッシュライオンズとの対戦がありますが、えー、強化試合ですかね強化試合でその後ブリティッシュアイリッシュライオンズとの対戦がありますが、はい、あその準備は。 トップリーグ終了後すぐ始まるんでしょうか、えー、日本代表候補の選出も決まっていよいよ始動という感じですが、えー、今の山中さん、どんな思いですかあんまりそうですね、ねうん日本代表、先のことはあんま考えてないですね、うん、今は。うんまあ、そこは、うん、今はやっぱりトップリーグの考えてますね、トップリーグで優勝するっていうところだけなんで、うん、まあその後に切り替えれたらいいかなと思います。うん、選ばれたらはいなるほど その間にあのジェイミー・ジョセフヘッドコーチとこうコミュニケーションは取ったりしてるもんですかいや、僕は取ってないですね。取ってる選手もいるかわかんないですけど。なるほどでは、その日本代表、まあ今回も当然ですが、候補に入った今、フランスクレルモンで活躍している松島幸太郎選手うー、で、あとニュージーランドのハイランダーズではナンバー8で姫野和樹選手が出場したり、この2人の活躍というのはどう見てますかそうですねあの 1回試合は見ましたね、J スポーツで、あの、あ<ー>松の試合は。あれもすごい、やっぱり最後ね、トライして逆転勝ちするっていうところもありましたし、うん、やっぱりああいうフランスというフィジカル強いところで、しっかりと、うん、あの試合もできてますし、あとキックを使うあのチームであ、キックを使う。 結構キック使うじゃないですかフランスのそうええ、そうなんですよね。そこもなんか年末もしっかり対応してるなと思いましたし、やっぱ成長してるんだなというふうに見てて思いましたし、まあ姫野の試合はやっぱ僕ちょっと見れてないんですけど、まあ SNS 等であのねあの選ばれたりとかしてるのを見てすごいすごいなと思いますし、まあニュージーランドでねナンバーワンですからすごいですよね。もうハイライトとか映像は見ますけど、はいはいはいもうすごい活躍してて誇らしいです。 まあやっぱり松島選手の話聞きたいんですが、松島選手、前回のワールドカップの時は、まは、山中選手がフルバックで、ウイングが松島選手でしたけど、くれるもんではやっぱりフルバックやりたくって、フルバックもやらせてもらってますよね。ははいはい、はい、そのフルバックのまあライバルっていう意味で、そのキックよくなってますね、さっきおっしゃったように。そうですね、うん、その松島選手がフルバックやってるっていうことに関して、どうですかそうですね、まあ、もともとフルバックの選手なんで、松も。ははい、はいまあだから まあでも僕とのやっぱタイプもやっぱ違いますし、持ち味も違うので、まあ、そこを比べるっていうのはまあ多分違うと思うので、まあ、僕は僕のあ<ー>まあしっかりとした、えー、持ち味っていうのを出していけ,ていければいいかなという,う思ってますね。なるほどじゃあ、ここでちょっと柔らかい質問をいきます。リスナーの方から、えーはい、女性のアルハロキャンさん。 え前に堀江さんとインスタライブだったかで料理を紹介していたみたいですね。とってもおしゃれに盛り付け豪華でした。奥さんはお料理お上手でいらっしゃいますかということです。まあインスタライブ、た多んなんかテレビ番組のあれですね、多分<ー>料理紹介したのは。はいはいはい。そうなんです。まあでも結構作ってくれますね、ちゃんと料理は。えーうん、はい、上手です。美味しいです、いつも。何が一番お気に入りですか いやなんかおかずい,い,ついっぱいだ出てくるんでどれ、どれがいいとかあんまないんですけど <laughs> あ<ー>あ、なんかいっぱい出てきますね。えー、そうだからあの食べれないときもあるんですよね。残しちゃうときもあるんで、<laughs> それはちょっと多くて、それはちょっと悪いなと思います、<の>いつも。小澤選手はあの、まあ、日本代表の候補に入って <laughs> から奥さんが、もう。 これから家事は私がやるからいいわ、頑張って、って言ってくれたって。<laughs> すごい。うちのことやってます。あ、でも、基本的には、妻がやってますね。あ,<ー>あのー、家事洗濯とかは。うん。まあ、僕、まあ、たまに掃除機かけるぐらいですかね。<laughs> あと、子供風呂入れるのと、歯磨き、子供の歯磨きするのと、髪乾かすのぐらいですかね。ええー。<laughs> それぐらいっす。結構、結構、結構やりますね。<laughs> じゃあドライヤーの結構テクニックも上手になってあ,あ上手です上手ですもんなのこの髪の毛も全然乾かすの上手だ <laughs> なるほど <laughs> はいだ。そうです、えー、<laughs> これ全部紹介できなかったり質問も聞けなかったりしますが全部や山中選手にはお届けしますのでぜひぜひご覧いただきたいと思いますはい、はい さあ、ではここで、えー、ジャパンラグビー TV からお知らせです。ご視聴いただいています。ジャパンラグビー TV には日本代表のゲームをはじめさまざまな試合映像がフルマッチでご視聴いただけます、えー。こちらは J スポーツなどに映像の提供、ご協力をいただいて期間限定での配信です。そしてこの番組ラグビーカタローゼでは番組への質問やコメントをお待ちしています。番組説説明欄に説、えー 番組説明欄に質問はこちらからというリンクがあります、えー、そこからゲストの方への質問や番組へのコメントをお送りください、えー、今回のように事前収録という場面も多いですから事前にぜひご質問いただけると嬉しいですそしてチャンネルの登録もお待ちしていますさあ、えー、次回のこのラグビーカタローゼは5月15日土曜日、えー、実はこの日太陽生命ウィメンズセブンシリーズの静岡大会がありますから、えー、5月15日土曜日は えー、17時30分、午後5時半から配信を予定しています。さあ、そこで次回のゲスト、えー、山中選手から、えー、ぜひ紹介していただきたいんですが、誰を紹介いただけるでしょうか。はい、そうですね、まあ、トヨタ自動車の茂、えー、野海斗選手を、えー、紹介したいなと思います。おこれ普段かかから仲がいい選手ですかそうですすそうね、まあ、日本代表の時とか、まあ、常に まあサンウルブズもそうですけど、まあ、ずっと一緒にいたんで、うん、チームとしてもそうですしまあ仲い,いですねどういう,こうきっかけで仲良くなってどんんなところが,気があでですすかそうですね、まあ、サンウルブズとかもそうですけど結構なんかサンウルブズで日本人結構少ない時とかもあったんですけど、うん、まあそういう時に海と、はいはい、も一緒に行ってて、まあ、一緒によくおったりとかもあったし、うん、まあそういう。 のから結構仲良くなってきましたねうんどういう人ですか、重野選手って普段んは。まあ、普段どんな人やろう <laughs> う。まあ、関西なんで、あそかまあ関西人なんで、まあ、まあ、普通に結構元気ですし、うん、まあ、面白いこと言って滑ったりもするし、<laughs> ですね、基本滑ってますね。<laughs> 基本滑ってます,す <laughs> でもキャプテンでリーダーじゃないですかね、今、取れたのそうですね、キャプテンでそうなんですよ、だから、すごい、すごいですね。はい、2>, え2人で鍾乳洞行ったじゃないけど、そういうのないんですか鍾乳洞はないですね、あ2人で、ね、あのー、オフの日にゲームセンター行って、<laughs> あのー、何,円何円3000円か、3000円で以内でどれだけぬいぐるみを取れるか勝負しました、2人で。<laughs> 僕勝ちましたけど。<laughs> <laughs> クレーンゲームをやったってことか。あ、そうそうクレーンゲーム。<laughs> UFO キャッチャーの。で、ぬいぐるみいっぱいか取った方が勝ちっていうゲームをして、<laughs> 3000以内で。3000か2000かな、なんかそうなんで,で、まあ買ったんですけど、僕が。僕3つであいつ2つやったんですけど、多分 <laughs> <laughs> それやりましたね。2>, <laughs> 2人で。ヒバ <laughs> <laughs> やって、ちょうどヒバやな、今日とか言ってて。オフの日。なかなか高校生な感じの。そうですね。 <laughs> 懐かしいですね。いいですそれいつ頃ですかいつやったかなサンウルブスの時やったかな。あ<ー>なま,まあ結構でも、多分カイトと2人ってことは多分そうだと思うんですね。サンウルブスやったような気がするんですけどね。ゲームセンター行かなくてもいいような気がするけど、<laughs> まあいいですね。それはそあまりにも暇やったと思うんです、たぶん。じゃあぜひその来週のゲスト、重野さんに。 えー、メッセージをこれモニターに向かっていただけるでしょうかよろしくお願いしますはいえー、しっかりとええー、久しぶりええー、元気ですかまあええー、また今度一緒に UFO キャッチャーしましょう <laughs> あの次も僕が勝つんであと次あの今日今日かあもうこの今回えー、面白いこと言ってえー 笑い,いっぱい撮ってくださいああ頑張ってください <laughs> やっぱりそれは言うんですね <laughs> <laughs> でもトヨタと対戦するとしたら一番上決勝ですね決勝行くしかないですね、えーえー、そうですねトヨタ自動車どうですか、うん、はまあトヨタもやっぱり強いですよね安定して強いですし、うん、うん、強いイメージはありますね、うん、はい。フルバックもルルーいるしまあ直接ねフルバック同士はそんなにないかもしれないですけど ブ、まあ、ルールもやっぱりすごい選手なんで、そうですね、まあ、神戸から行った選手もいるんですよね、トヨタあの、チャーリー・ローレンスっていう選手もいるんで、ははい、はい多分今回、次、フルバックで出るんじゃないですか、も<う>メンバー、はい、だからやっぱりそういう選手ともね、やっぱ注目しちゃいますよね、一緒に元チームメートなんで。うん、今、移籍する選手たちもこう多くなって、そういうことよくありますよねあるんですよね。やっぱキャノンでも安いとか南足が 神戸瀬古から移籍して一緒に試合したりもしましたし、うん、まあそういうのもすごいおも面白いというかなんか不思議な感覚はありますよ、ね、ああそうかそのトップリーグが今シーズンで最後ですねそのうはそうなんですねまあ,あ,あそのトップリーグ最後はやっぱりしっかり優勝したいなと思いますね、うん、確かにさあではそのこの気持ちも含めてですがぜひこれ聞いてらっしゃるリスナーの方に、えー、山中選手メッセージをお願いします。 そうですね、トップリーグ、まあ、あと残り3試合、まあ、多くて3試合なんですけど、まあ、しっかり神戸製菓としても、えー、トップリーグ最後の年で優勝したい、優勝するっていうのを目標に今このシーズンやってたんで、まあ、チーム一丸となって、えー、しっかりとそこを目指して頑張,る頑張るんで、えー、皆さん、応援よろししくお願いします。ズバリ、目標は優勝です。わかりました、ありがとうございます。 さあ今回のゲストは神戸成功コベルコスティーラーズから山中良平選手をお迎えしました山中選手どうもありがとうございましたありがとうございましたそれではジャパンラグビーテー TV 矢野武のラグビー語ろうぜこのあたりでノーサイドです